山川穂高、妻はあれから毎日私に頑張ってと言ってくれる。今回の件で守ってくれたり支えてくれた人ってどなたでしたか？やはり一番は妻です。娘は少し小さい、4歳ので、どういうことが起きているかというのは正確には分かってないと思うんですけど、本当に妻はこんな僕でも以前と変わらず優しくしてくれましたね。本当に申し訳ない気持ちと、これから僕もまた一からやっていって家族と一緒に頑張っていきたいなという気持ちになりました。あれ、ガシマン、こういう時に嫁使うやつって大抵クソだよな。まあ本当に嫁が許してるかはワイらには分からんからな。数年後に離婚して許してたんちゃうんかみたいになることもありえる。これはうつの初期段階。球団も頑張って言わなきゃ。嫁の心が広いな。そりゃもう嫁からしたら頑張って金引っ張ってもらわないともう邪魔にしかならないだろう。相変わらずリックスライムみたいな顔してるな。まあ ATM としてはトップクラスだしな。何を頑張るだと？そら頑張って金稼げしか言うことないよな。人間性にはもう何も期待しとらんやろし。ご視聴ありがとうございました。